決め、こんばんは、かっこいいギター教室、竹下敦です。今日ね、私の先輩である、吉尾さんに方向性として若干ちょっと、ずれているんじゃないかとご指摘を受けまして、一日一曲ねずつ歌うことを目標として、オールアカペラで歌ったんですが、残念ながらね今日朝の時点で、声の調子が悪かったんですけど、ちょっとね頑張りすぎてしまいましたね。ふと気づきましたら喉がね、ちょっと声を出すのは相当に厳しい状態になりまして、本日はね残念ですけど断念しました。自分が考えていたものと少しずつズレが生じていたことをね吉尾さんが教えてくれまして、ちょっと基本に戻ろうかなと思いました。音楽がね美しくあるべきであって、私自身のねプレイもあと送り出す楽曲も若干やはり雑なところがあったかなと反省しております。ちょっとね改めてレコーディングの方法も考え直して、スタジオである以上、できるだけ完璧に近い状態で、マスタリングまでするべく改めて勉強したいと思います。また一から出直すつもりで、頑張ります。吉尾さんとしてはねすごいですね、遠く先を見つめていらっしゃって、常にね私を応援してくれて、行くべき道を指し示してくれ本当にありがとうございます。決め、頑張りますよ。竹下敦でした。それでは。